島田三郎から1923年11月14日は、日本の政治家、衆議院議員、ジャーナリスト、官僚。属籍は、神奈川県平民。幕府御家人、鈴木智秀の三男として、江戸に生まれる。小平校で漢学を治め、維新後、ブラウン塾沼津平学校、大学南校、大倉省附属英学校で学ぶ。1874年。 横浜毎日新聞社員総代、島田豊弘の養子となり、同志の主筆となる。翌年、元動院書機関となり、1880年に、文部省に移り文部県大書機関となるが、明治14年の政変で、大隈重信派として、輸志面官となり、横浜毎日新聞に、再び入社。1882年、欧米社幹部として、 立憲会新党の創立に参加、同年に神奈川県会議長となった。1888年、沼森和から東京横浜毎日新聞社長の座を受け継いだ。1886年1月3日に、上村正久から夫婦で洗礼を受け、一番長協会に所属する。1900年にユニテリアン協会に加わるも、後に上村に謝罪して、 復帰を認められた。帝国議会解説後は、神奈川県第1区選出の衆議院議員として、連続14回当選し、副議長、議長を務めた。新保党、県政党、県政本党、立憲国民党と、立憲会新党系の諸党を渡り歩くが、犬飼武士との対立から大石正美らと共に、桂新党に入り、後に、県政会に合流する。だが、 県政会が人道や軍縮に積極的ではないとして同党を離党して立憲国民党の解散を余儀なくされていた犬会と和解して新党革新クラブの結成に参加した。労働組合運動にも理解を示し、1899年5月、活版印刷校の労働組合、活版行動資本和会の会長に就任した。他に、キリスト教会の諸活動、 排唱運動、足を鉱毒被害者救済運動、強風事業、選挙権拡張運動を生涯にわたって支援し、第一次世界大戦後は軍縮を主張した。足尾鉱毒事件を告発した田中昭造とは名誉であり、栃木県佐野市の総集寺にある田中昭造の文骨墓碑石に刻まれたアージキャン、田中沖縄墓という文字は、サブローの直筆である。 政治上の不正にも厳しく対応し、星トールの不正を攻撃、シーメンス事件を弾劾した。自身は東京専門学校の創立期のメンバー。ありがとうございます。